はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日はですね、皆さんと一緒にまた世界で注目されている仮想通貨、ビットコイン、イーサイアムに関連したニュースというのを、えー、皆さんと一緒に見ていきたいなと思っています。まあ、非常に面白いニュースもあの今日たくさん出てますので、ぜひですね、最後まで動画をご覧いただけると嬉しいです。早速、ニュース見ていきたいと思うんですが、その前にですね、このチャンネル応援してもいいよという方がいらっしゃいましたら、ぜひですね、チャンネル登録と、あとはベルボタンもバツッと押していただけると、えー、本当に嬉しいです。よろしくお願いします。では、ニュース見ていきたいと思うんですが、まずはこちらに BOVA というのはですねバンコブ・アメリカというのの略称なんですけれども、まあ、彼らがですね今回クリプトのリサーチチームを近いうちですねあの作ると、まあ、い,いかも作っている今段階なんですけれども、えー、ということを発表していましたでこれウォール・ストリートのチームでおそらくあの、まあ、一番最近できているチームではあるものの一番大きなあのチームになってくると思いますで このバンコブアメリカっていうのは非常にリサーチのチームがですね強くてウォールストリートでもま注目をされていると。で、経済指標なんかを予想するときもですね、結構その一番当たってるところっていうふうな見方がやっぱり強くて、経済ですとか、まあ、そういったところもものすごく結構力を持ってるというか、まあ、常に結構リーダーだったりもするんですよね。で、そういったところが今回ですね、仮想通貨の リサーーチチームとといいううのを立ち上げるということで今後はですね、ここ最近は JP モルガンのニュースとか、あとはゴールドマン・サックスがこういったことを言いましたよみたいなニュースは出てきてはいるんですけれども、専門部隊として今後はですね、仮想通貨に関連してのリサーチを発信してきてくれるということで、今後はどん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 我々の元に届くかどうかは分からないんですけれども、本当にハイクオリティなリサーチっていうものが、 発行されていくと思いますし、まあ、そういったものの抜粋記事というのもですね我々もおそらく読むことがどこかでできるとは思うので、えー、非常に注目をしていきたいなと思ってます、まあ、やはりですねこのあたりに関してはその情報の透明性というかこの情報をどういうふうに受け取っていいんだろうっていう分かんないっていうところもあると思うんですよね なので、その投資家のリテラシー向上という面でも非常に今後は貢献してくると思うので、このあたりはですね、もっともっと注目していきたいなと思いますし、あとはレポートが何かしら出てきたらツイッターなんかでもですね、ご紹介をしたいと思うので、ぜひですね、今後も継続して見ていただけたらなと思っています。はい、こちら、ファイナンシャルタイムズの記事なんですけれども、これどういう記事というかちょっとタイトルではわかりづらいんですけれども、中央銀行が今後、 リザーブカレンシー彼らの保管している通貨のどれぐらいの割合をクリプトカレンシーに置き換えていこうかと思っているかというところとあとはですね仮想通貨の、まあまあ、主に言うと1番はビットコインというところだと思うんですけれどもこれが自分たちのリザーブにどれぐらいインパクトを与えると思っているかということを調査した結果となっていますでこれ記事がですね逆説的になっていてちょっと分かりづらいんですけれどもここはですね 書いてあるのが、85%のこのリザーブをマネージしている担当者がですね、彼らはゴールドをあのクリプトカレンシーが置き換えることはないだろうと。85%がゴールドをクリプトカレンシーが置き換えることはないだろうと言ってる。で、これ別の言い方をすると、15%の中央銀行の担当者っていうのは、ゴールドを、まあ、一部かもしれませんが、 仮想通貨が置き換えるるんんじゃないかって言ってるんですよねでこれは、あの、一見その、大きくないように記事書いてますけども、15%世界の中央銀行、しかもこれ、あの中央銀行の中でも大きい方の中央銀行、30に聞いてこういう結果になっているで。これってかなり大きいことなんじゃないかなと、個人的には思っています。もちろん、規模というところでもそうなんですけども、中央銀行が、 リザーブをビットコインで持つなんてもう本当に考えられないことだと思うんですよね。これまでの状況であれば。なので、こういったところがですね、今後も進んでいくというふうになれば、さらにですね、もちろんじゃあ、個人も仮想通貨、貯金でも持つよねとか、企業もそういうふうに持つよねとかっていうふうにどんどんなってくると思うんですね。なので、これは本当に僕の中では、あの、調査ではあるんですけれども、まあ、今後はですね、注目していきたいポイントの一つかなと思っています。で、 もう一つそこに加えてなんですけれども、約ですね、60%の担当者に関しては、えーまあ、彼らのですね、そのリザーブの、まあ、オペレーションに関してインパクトを与えないっていうふうに言ってる。逆に言うと40%は今後はですね、彼らの仕事、このリザーブ管理に対してインパクトを与えていくというふうに言ってると。これもかなり大きな割合じゃないかなと思うんですよね。 なので、まあ、このあたりは今後も注視をしていくだけではなくて、どういうふうに彼らがクリプトカレンシーと向き合っていくのかっていうところが、おそらくニュースでもバンバン出てくると思うので、皆さんにも配信をしていきたいなと思っています。はい。次、こちらなんですけれども、ピザがですね、ここ4ヶ月で、クリプトカレンシーのビジネスに対してパートナーシップをですね、40%以上をどんどん伸ばしていってますよということが発表されていました。これ別の観点からの ニュースも先日お伝えしたと思うんですけれども、約ですね、今年に入って1000億円の支払いっていうのが、このビザを通じて、しかも仮想通貨とリンクした取引で行われていたと。なので、仮想通貨でスーパーで買い物したりとか、仮想通貨で何かを買い物するっていうのを、ビザのカードを通じて行ったのが約1000億円あるというのが、これまでの4ヶ月。で、パートナーシップもこれだけどんどん増加していく。まあ、そうなってくると、今後は皆さんが今使っているような まあ証券会社だったりとか、まあ、あとは仮想通貨の取引所、ウォレットだったりとかと結びつけて、どん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 使えるように今後はなってくる。買い物で使えるようになってくる。これ最高ですよね。なんでこういった動きが今後も出てくるんじゃないかってことが予想されますと。で、具体的にどういうところと今提携しているのかっていうのも少し書いてはあるんですが、こちらですね、コインベースだったり、バイナンス、クリプトドットコム、ブロックファイとかですね、本当にいろんなところと今提携をしていて、今後は ウォレットを持っているところだったりとかあとはですね DeFi の会社だったりとかそういったところとどんどん提携を進めていくというところなので本当にですねもう我々の生活にこの仮想通貨ビットコインが入ってくるっていうのはもうまさにもうすでにまあなってるんですけれどももう我々の元にもそういった世界が目に見える形でそのような状況になってくれたものでこの辺りもですねこのニュースを注視していくっていう のだけではなくて、やっぱりその本当に手元にそういったカードが今後届くというのがですね、いつになるかドキドキちょっとするようなニュースなので皆さんにもちょっとお伝えさせていただきました。はい。次のニュースなんですけれども、アークのですね、ビットコイン ETF の手数料に関して、今回ですね、まあ、すっぱ抜きっていう感じなのかもしれませんが、出てきました。で、これがですね、0.95というところなんですけれども、ちょっと若干高いなぁと思うような え、方もいらっしゃるかもしれませんが、これ実際おそらく、え、高いと、まあてか安くはないと思います。で、実際にもうすでに上場されているカナダですとか、ブラジルのビットコインの ETF に関しても、大体ですね、75、0.75とか、また安いところだと0.4とかになっているそうです。で、なぜちょっとこれ高くなっているかというと、取引に関連しての運用の 手数料というところもあるんですけれども、このビットコインはですね、やっぱ預け入れをしないといけないので、資、ま、産、あの保管をですね、してもらわないといけないので、カストディアンの、カストディのフィーとかっていうのが余分にかかってくるので、まあ、ここはですね、そういった費用もかさむので、少し、えー、まあ、簡単な株式上というか、まあ、例えば指数連動のものとかと比べると、お金がかかるというふうに言われています。で、今後はですね、やっぱり競争っていうのもあるので、今後下がってくる可能性っていうのはあ,るあって、で、実際ですね、 え、以前は大体、え、だいたい、えっと、1%だったものを、え、75ベース、0.75%下げてたりとかっていうのもしてますし、まあ、他の ETF ですね。なので、このあたりは競争でどん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 下がってくる可能性はあるので、まあ、今の、え、状況が1%だから、0.95だからどうこうっていうのは、まあ、あまり気にする必要は、気にする必要はないかなと思いますし、まあ、あとはですね、誰がこれを使うかっていうところだと思うんですよね。例えば日本の、 方々、まあ、我々ですけども、であれば、今、雑所得になっていて、税金50%っていうようなところを、ここに投資すれば、税金はですね株式と同じでいいというのであれば、当然、この1%なんて別になんか本当に、の何のインパクトもないぐらい、問題なく払える手数料だと思うので、こっちに投資するよねとか、まあ、あとは現物でアメリカの方であれば、買えるので、そもそも別に。 特に ETF を買う必要もない。自分で現物買えばいいんじゃないっていうのもやっぱあると思います。なので、誰がどういうふうに使うかっていうのによって、まあ、この1%が大きいか小さいかっていうところには影響は、影響というか、まあ、あの、まあ、捉えるべきかなと思うので、あの、あんまりインパクトっていうのは個人的にはないかなと思ってますが、まあ、一応そのフィー体系っていうのが出てきているというので、皆さんにご紹介をさせていただきました。 はい。次のニュースなんですけれども、またアメリカの方でですね、ビットコイン、イーサリアムに投資をしているという、まあ国会議員が出てきたっていうのが、えー、まあニュースとして出ていました。で、これはですね、以前もお伝えした通り、お、俺投資してるんだぜみたいな感じで、自分で公表してるんではなくて、まあある程度の資産をクリプトで持っている人に関しては、提示しなければいけないというような法律が既にある州もあったりするので、まあこういったところの一環で、ね、発表されているというような状況ですね。 で、まあ、彼らとしては、持ってる、あの、なんていうんですか、あの、イグザクト、ま、あの、この、まさにこの金額ですみたいのは、まあ、公表はされてないんですけれども、まあ、1000ドルから1万 500, 5000ドルの間で持っているというのだけは、あの発表されています。で、これでやっぱりビットコインとイーサリアムというところが、今回、この持ってますよというところを発表されてましたけれども、まあ、先日はですね、同時コイン持ってますという人もいたりとか、まあ、本当に今、いろんな国会議員も含めて、 この仮想通貨に対して投資をしていると。で、これ2つの側面があると思っていて、まず1つはですね、そもそもやっぱり富裕層がものすごく仮想通貨、ビットコイン、そしてイーサリアムにも興味があるというところ。そしてもう2つ目に関しては、国の今政治を行っている人たちにとっても、やっぱりビットコイン、仮想通貨っていうところに関しては、もちろん魅力的だというところもあるんですけれども、 やっぱりもう今後の流れとして受け入れざるを得ないよねっていうのは頭の中にはあるっていうのは、まあ、これ非常に我々としても前向きになるようなニュースかなと個人的には思っていますでおそらく今後はですねこういったニュースどん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 出てきてまあ見向きも見向きもされないぐらいなニュースの内容にはなってくると今後は思いますえー、まあただし、まあ、今の状況だそうではないですしやっぱりこのビットコインの e t f ができる前だったりとか、今非常に規制を今後やっていこうという中で、こういったニュースが出てくるというのは非常に心強いものかなと思うので、ぜひですね、今後も引き続き注目していきたいなと思っています。はい。えー、最後になんですけれども、これ皆さん、ここ先おなじみのチャートになってますけれども、まあ、今ですね、この北アメリカのビットコインの取引状況というのを、えっとまあ、このアフリカの方の地域がですね、今後抜いていきそうだぞとう。 どん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 このあと抜くまであ一歩狭いくらいにやっぱなっていてこれをいつ抜くかっていうのをですね僕注目をしていると思うんですがまあおそらくあの1日ベースこれ1週間過去の1週間の合計なんですけれども1日あたりであればもう超えてる人がもあるとあの実際には思いますで,でこのあたりのニュースがですねまあおそらく超えた 場合に、まあ、結構ニュースでも世界的にもいろいろと取り上げられると思いますのでこの辺りはですね連日注視をしていきたいなと思いますしやっぱりこの新興国だけ,だけではなくて、まあ、先進国でもそうなんですけども新興国の中でどれだけこの利用が進んでいくかっていうのもやっぱり非常に注目をしていきたいと思ってますでこれなぜかっていうと新興国 まあ、発展途上国の方がビットコインの需要がやっぱりそもそも高いっていうところとあとは政府としてもこのビットコインを政策にどういうふうに取り込んでいくのかとかそういったところに対してですね前向きにより危機感を持って取り組んでいると思うんですよねなのでこの辺りは本当に法案として通って法定通貨になったりとか給料の支払いでビットコインを支払うとかそういったのが本当に現実的に え、起こりうる。で、しかもさっきお伝えした、別の、あ、別の動画かなお伝えした通り、アルゼンチンの方でも、今、支払いっていうのが、給料の支払いが、ビットコインで検討されてはいるんですが、彼らもですね、もう、何十回もっていうのはちょっと言い過ぎですけども、も10回ぐらいはもうデフォルトしてるんですよね。そうなってくると、自国のお金よりも、やっぱりビットコインの方が、ビットコインの方が信頼できるよっていう風に思っている人も多分、ものすごくたくさんいると思います。少なくとも世界中の、 えーまあ、経済評論家じゃないですけど、そういった方々の中では、そういった意見を持っている方はも,もちろんいますので、今後はですね、この先進国でどういうふうになっているかっていうのも重要なんですけれども、新興国、発展途上国でビットコインがどういうふうな役割を今後示すかっていうところも非常に重要で、えー、注目すべきポイントだと思うので、このあたりに関しても皆さんにお伝えしていきたいと思います。はい、えー、ここ最近、ついで非常に連日雨でもう勘弁してくれよっていう感じですけれども、 いや我が家はですねついにま扇風機というかサーキュレーターをもう1個買いまして、えー、それで洗濯物を乾かすようなことも最近始めました、えー、本当に毎日毎日ですね、えー、乾燥機を使うと結構やっぱりあの電気代もかかるので、えー、そういった対策もしております、はいまあ、大事ですねそのエコっていう面でもそうですけれどもあのものすごくやっぱり電気を使うことで環境にもあの配慮したいなっていうことも鑑定も あるので、まあ、そのあたりに関しても、個人的にもですね、取り組んでいきたいなと、常日頃思ってます。そして、こうやって水筒も家で使ってですね、えー、まあエコに少しでも貢献しようかなと、オフィスにもこういったのも持ってって、えー、まあ紙コップ使わないようにしたりとかですね、プラスチック使わないようにしたりとか、いうふうに、まあ、ことを最近はやっています。まあ、突如何の話だっていう感じですけども、まあ、ここ最近のちょっと変化を皆さんにちょっと共有させていただきました。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。 Keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back.